城址公園入り口からですね、中央通り深谷市の方ですね、走ってまいります。はい、皆様こんにちは。便利屋ハッピーの角の口です。9月11日土曜日午前10時22分になります。はい、埼玉県深谷市元住町、左右は中山道ですね、七夕の祭りの通りでございます。中央陸橋がこの先ありまして、まあ、この通りは、中央通りっていう名称ついております。この後ですね、ちょっと処分先の方行く予定です。ちょっとこのまままっすぐ、ご案内をしてまいりたいと思います。はい、本日は曇り空で、ございます。天気はちょっとまあ一日こんな感じになるかと思います。夜少し降水確率高くなっております。ガストさんがあります。中央陸橋を渡ってまいります。右側は深谷駅の方です。旗屋スポーツさん、右側、グランドホテルさんもあります。ここは手前はマンションです。その奥グランドホテルさんがあります。はい、高崎線の上ですね、中央陸橋。朝に、南口の方通ってたんですけど、結構バス待ってる渋滞がバス待ってる行列がありましたね。20人ぐらいは並んでましたかね。はい、左側上芝ニュータウンという看板出ております。緑が丘交差点、左側梅林堂さんです。現在ですね、ちょっと気温は落ち着いて、昨日は32度まで行きましたね、最高気温。昨日は真夏日でしたが、今日はですね、そこまで行きません。最高気温27度の予想です。現在深谷市23度、湿度 88%、 風速、北東の風1メートル。夕方爽やかな涼しい風が、秋風が吹いておりました。4メートルぐらいのいい心地よい風が吹いておりましたね。はい、深谷市は中央通りを通っております。イチョウの木はまだまだ色がついてないですね。ここ右側はそうでもないです。この先のイチョウの木、少し黄色っぽくなってますね。信号右行くとビッグタートルです。朝はすごい閑散としてましたね。一応緊急事態宣言中ということか、
土曜日の朝、割と野生の方多いような感じですね。まあ、だいぶ車数多くなってきたかなと思います。雨は日中どうでしょうかね。まあ今日は大丈夫な気がするんですけど、ちょっと1時ぐらい 40% ぐらいの表示になってます。最後までご覧いただきまして誠にありがとうございます。失礼します。